ございます。こんにちは、こんばんは、クエスです。今日もケモフレスリーの動画撮っていきたいと思います。今日は11月14日日付が変わりまして、更新の方ねいろいろ来たんですけども、こちらねドレスアップステップアップ招待とか、ハシビ旅行の野生大外開放のねステップアップとか来ております。でこのね属性のこの辺のやつも来たんですけど、まあ、これはね後ほどまたね改めて別の日に撮りたいと思います。今日はですねこちら新章公開記念招待ということで、アラビアオリックスの方が来ました。ラビラビですね来たんで、今日はねこちらの方を狙って引いていきたいんですけども、なんとねラビラビの方が普通の何工場キャラ定常キャラの方になったみたいで、限定かなって思ってたんですけど違うみたいで、こちらの方を使ってねちょっとやっていこうと思います。でそれで出なかったら10連だけ回してみたいと思います。まあ出るかどうか分かんないですけどね、まあ運が良ければねお迎えできるんじゃないかなと思うんで、これでね20何連やっていきたいと思います。うん、フォトかな、はいフォト、もうサクサクやっていきますね。ちょっと長くなっちゃいそうなんで、いやーあのねセーバルブラリ旅の方へね、終わらせたんですけど面白かったです。やっぱねセーバルがいるとねすごい面白い内容になってるなと思いますね。あれ時間軸的にこれどうなのかな、ちょっとわからないんですけど、あれなのかな、九章よりは前の話になるのかな、どうなんですかね。ちょっとね時間軸がよくわかんない、このセーバルブラリ旅のその辺がちょっと自分はわからないところあるんですけど、どうなんですかね、こう名言とかされてないんでわからないんですけど、確かセイバルブラリ旅自体が4章終わってたらプレイできるのかな、確かだったと思うんですけど、そのあたりそれ以降のお話になってくるのかな、なんかねちょっとねその辺の時間軸がちょっとわからない。あ、フレンズだ、誰かな、おお、ジャガー、やったね、ありがとう。あ、ジャガーもうちょっとでドレス解放かな、もう1体かな、うん、わかんないけど、いやーにあと20回ぐらいで出てくれないかなこれで出てくれたらめちゃくちゃ嬉しいんですけどね、まあそうはいかんよね。まあでも定常キャラなんで、まあ、今回お迎えできなかったとしても、まあ、いずれねお迎えできると思うんで、まあねいいかなとは思うんですけど、性能の方がなんか T よりトライを活用して戦う感じになってるみたいで、 T が3枚持ちなんですよね。でなんか待機スキルかな、特性かな、何だったかな、また後でちょっと見てみますけど、なんかね結構火力も高めな感じで、ぜひねお迎えしたいなと、ラブリー属性ですね、なんでねぜひお迎えしたいなと思うんですけど、出ますかねこれで出たら本当にいいな。まあなかなかそもそもフレンズが、まあ、来た来た来た、誰だ、フレンズですね。さあ、おー、タヌキ、タヌキもそんなにまだとつれてないんで普通に嬉しい。フレンドリーね、一時期ちゃんと使ってたんだけど、あれだ、枠がなんだ、フォトポケの枠がね少なかったんであんまり使ってなかったんですけど、これでまた活躍できるかな。ドレスの解放とかもね楽しみなんですけど、あ、虹色だ、誰がな、おー、土の子、これでフォトポケ9になりましたね。はい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 、うん、なかなかいいね、3体出た、まだまだまだいくよっていう感じで、うーん、どうかな、結構出ますねフレンズ、嬉しい嬉しい。長くなっちゃうんでね、ちょっとサクサクっといかなきゃいけないけど、ちょっとね、なんだろう、ね、自分はまたね、ルルの時みたいに限定で来るのかなって思ってたんですけど、限定じゃなかったですね。で、他のもなんかちょっとした復刻、あ、おう、
復刻じゃないですけど、まあ、橋尾旅行に関しては復刻ですけど、ドレスアップの方、ああ、現実の、ドレスアップの方はあれ復刻っていうか、うん、復刻なのかな。あの5体一緒にまとめてっていうのは初めてだけど、ほぼ復刻みたいなもんですから、新規がラビラビだけで、なんだろうな、もっとね、限定キャラ何かしらぶっこんでくるのかなって思ってたんですけど、そうじゃなかったと。ということでね、20日かな、11月20日に多分更新がまた次のやつ、京都イベントが来るのかな、なんだっけ、大掃除じゃないわ。何、あの、危険、立ち入り禁止区域か。そうそう。あの辺がもしかしたらまた来るのかなって思うんですけど、その時に何かしら入れてくるのかなと。新規フレンズをね。コラボも、まあ、どうなる、いつなるかは分かんないですけど、サンリオのコラボが来るじゃないですか。あれはいつ来るんだ何月に、ね、来るのかな、ちょっと分かんないけど、その辺も関係してくるのかなっていうのがあるんだけど、はい、あとちょっと出ないかな。まあ 1% ですからね、確か。うん。1% なんで、まあでもワンチャンね、運が良ければ引ける可能性あるから、まあ、際どいかな。お迎えできるといいんだけどな。なんだっけな。考察動画の方もね、結構再生数、まあ、ぼちぼち、あれかな、再生されてるっぽいんで、皆さん見てくれてるみたいでね、嬉しいんですけど。銀狐、そろそろ、貫突するんじゃないか。銀狐もドレス着てますよね、確か。おぉ、銀狐率が高い。意外とフレンズ出ますね。まあ、1% ありますからね、1%。だっけね、確か。そのはず。1体につき 1% あったと思うんだけど、そんなに高くなかったな。あ、マジで。おお、肩掛けだ。いいね、いいね。嬉しい。肩掛けは普通に使ってるんで、嬉しいですね。あと2枚です。さあさあさあ。何体フレンズ出たの？結構出ましたね。普通に嬉しい。はい、参ります。フォトで欲しいのは特にないんで、まあまあまあ。何が出てもいいかな。さあ、ラストです。何かな？フォトかな？はい。おお、夜に花咲く。はい、ということで、こちらのね、チケットでは出なかったということで、次、星4フレンズ招待の方ですね。こちらの方4枚使ってね、お迎えしていきたいと思います。誰が出るかな？来ないかな。運が良ければね、引けると思うんですけどね。さあさあさあ。あー、フェネックだ。フェネック、OK です。フェネックか。フェネックもね、リラックスのヒーラーで使いますからね。さあさあ、誰かな？おー、ロイヤル。いいね。ロイヤルもね、ドレス解放されてるんで、自分そんなにロイヤルまだ強化、フォトポケレベル上がってないんでね。まあ、助かりますね。確定音。お、虹色。いいね。演出のオンパレード。おお、パイセン。いいですね。パイセンもね、マイペース属性で愛用してるんで、いいですね。よし、ということで、これ、チケットラストね。はい。さすがに出ないかな。おお、新井さん。新井さんは貫突してるんで、石になります。60個だっけね。はい。で、これね、ちょっとね、大陸狼狙ってね、これもちょっと引いとこうかな。
タイル交換ね、 10% です。出ないかな。まあ前チャレンジした時はね、まあ出なかったんで、まあ今回もね出ないかな。大陸狼ね、おまけで来ない。あー、センちゃんだ。まあセンちゃんも嬉しいね。うん、ありがとうございます。ということでラストね、10連だけちょっとやりたいと思います。でまたね、改めてあの別の日にこちらの方ね、この星4フレンズ正代の方、属性のやつ引きたいと思うんで、あ、上行きすぎたね。これかな、10連。はい、じゃあ130使ってね、引いていきたいと思います。これラストなんで、30連引こうかなとも思ったんですけど、今回10連だけにしとこうと思います。20日以降に何かしら来るかなーって、ちょっと期待してるんですけどね。アメリカビーバー。つか、演出なんもなかったから、これは、望み薄いですね。ラッキー3飛んできてワンチャンあるかな。でも白い集中線だったからな。なさそうですね、多分。ポト、うん。お、白サイ。さすがに出ないかな。30連回してもいいような気もするけど、まあ、どうなんだろう。30% チャレンジしようかな。今日はね、10連だけにしときます。もしかしたら日を改めて20連プラスで回して 30% チャレンジするかもしれません。今日はとりあえずね、これだけ。あー、出なかったか。3枚集めればあの 30% チャレンジできるんでね。今日はこれで終わりにしたいと思います。いやー、残念ながらね、ちょっとお迎えできなかったんですけど。そうですね、まあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。それではまた。